はい、どうもりょうへいです。よろしくお願いします。はい、ということで、本日は入間市モンタナスポーツさんへ来ております。いつもありがとうございます。はい、ということでね、本日ちょっと前にインスタ上がってたかな、僕キャッチャーなんでキャッチャーミットの紹介をさせていただければと思います。で、そのキャッチャーミットなんですけど、 Z から出ている公式用のプロモデルとなります。あまりね、公式用でプロモデルってなかなかないイメージではあるんですけど、まあ Z さんはね、公式用でも源田モデル出してたりとか、まあ今宮選手モデルとか、源田選手、今宮選手、吉川選手、モデル、公式用でも出ているので、といったところで今回はキャッチャーミットを紹介していこうと思います。じゃあまず1個目を紹介します。はい、1個目のキャッチャーミットがこちらです。 Z で小指側のラベルということは小林誠二選手モデルになります。でかい、やっぱりでかい。小林選手モデルってポケットがでかくて広いんですよね。包み込むような感じのキャッチャーミットで、若干縦型かなっていう感じのキャッチャーミットをしています。はい、でこれがステアレザーとなっていて、公式用のキャッチャーミットですね。ここに型番が920920、はい、入ってますね。小林選手型のキャッチャーミットです。もしかしたらやっぱ Z で一番人気なのって小林選手型なのかな。まあ、最近ね、Z もなんか4パターン5パターンぐらいのキャッチャーミット出てますけれども、まあ一番やっぱり有名なのがこちらのキャッチャーミットになるのかなと。ところです。カラーリングはワインレッド系というかブラウン系というかといったような感じの色をしていて、レースがキャメル系ですね。クリームキャメル系のレースをしています。まあ、高校野球で対応のカラーリングなので、まだなので中学生もねもちろん OK です。はい、でやっぱ小林誠二選手モデルってさっきも言った通りでかくて広いので、まあ、ちょっとガタイ小さいキャッチャーの方とか手小さいキャッチャーの方、ハンドリング重視したいキャッチャーの方っていうのはちょっと扱いづらいかもしれないんですけれども、逆に言うとしっかりと掴みたい、がっちりと掴みたいっていう、取った動画分かるっていうような感じで言うと何でも取れるよっていうのがこの小林誠二選手型のキャッチャーミットなんじゃないかなというふうに思います。なんでね、元々の肩の強さを持っていたりとか、取ってから握り替えのスピードが深いミットでもスムーズにできるよっていう方なんかは、まあ、スローイングっていう点に関してはそこまで問題ないんだであれば、補給重視で小林選手型っていうのはできるのかなといったような感じになります。はい、じゃあちょっと次のミットいきましょう。はい、次のミットもこれもね、小林選手型なんですけれども、こちらは黒とタンの配色となっています。形としてもね、肩が一緒なので全く変わらずといったような感じなんですけども、この、ね、補給面のツヤがね、やっぱ黒って出やすいですよね。綺麗、本当に Z のキャッチャーミットグローブってツヤの出方が本当に綺麗に出る。 Z のキャッチャーミットね、やっぱ人気でプロ野球選手ももちろん多く使ってますし、高校生もかなり使ってる人が多いので、まあそれもねやっぱ人気の一つなんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次の選手のモデルのミットいっちゃいましょう。はい、お次のキャッチャーミットこちらになります。はい、レギュラーバックの Z のキャッチャーミットなんですけれども、こちらは僕同い年です、森友哉選手型のキャッチャーミットとなっています。620と入っていますが、こちらが620っていうのが森選手型。まあ一番のね、特徴はここがレギュラーバックになっていることです。型としてはさっきの小林選手型より若干小さめかな、ちょっと小さめ小ぶりかなっていうところと、まあ親指芯はそんなに変わらないかもしれないですけど、まあ比較的ちょっと薄めかなといったような感じです。あとまあポケットの広さは小林選手と同じぐらいあんのかな、結構広めですね。どこにも当たるようなポケットが広いので、まあ、これもどちらかというと取る重視なんかなという風な感じはするんですけども、ここのねレギュラーバックっていうところでハンドリングっていう点では少し小林誠二選手型よりかはしやすくなっているのかなといったような感じです。なんだろうな、 Z のキャッチャーミットってちょっと親指が入り込みすぎてないっていう感じがしますね。まあ森選手モデルなのかもしれないですけど、こういう風に広がってるような感じで取る時に親指すごい出しやすいんじゃないかなっていうような感じがしますね。ちょっと違う点見つけました。これさっきの、小林選手型なんですけど、ウェブの先のね結び方がこっちがクロスになってるんですけども、森選手モデルは普通に1個結びって言ったらいいのかなって感じになっていて、小林選手型はこちら、ウェブ先がクロスで閉じられています。まあそんな大した違いもないですけどね、まあ若干やっぱりこっちの方がクロスしてるので、そこは要ミットのねクロス巻きみたいな感じで多少やっぱ硬さって言ったり強さって言ったりは出るのかなといったような感じです。はい、でこれがさっきね、ブラックとタンだったんですけれども、こちらは森選手型同じ、620、これが茶色系かな、だいぶ茶色いんですけど、ダークブラウンっつったらいいのかな、
茶色と、タンドが組み合わせたキャッチャーミットとなっています。まあ個体差、個体差なんでしょうけど、ちょっとさっきのよりかは浅めに感じるかなといったような感じです。まあそれでもね、ポケット面の位置が広いので、しっかりとボックス型にもできるし、引っ掛け取り、ここを曲げて引っ掛け取りにもできるし、最初からね若干やっぱり丸くなってる気もするので、アンパンミットみたいなね、丸いミットの片付けをする、全部の型ができそうな、 Z で言ったら一番オーソドックスな型になるのかな、いったような何にでもできるようなキャッチャーミットの型をしています。軽いな、やっぱり手のフィット感がすごいあるなっていう感じがしますね。やっぱレギュラーバックスタイル影響もあるかもしれないんですけれども、すごいミットが立ちやすいし、手の中でのフィット感っていうのもすごいあるなといったような感じがします。はい、じゃあ最後のミットいきましょう。はい、これが最後のキャッチャーミットなんですけども、こちらね親指側のラベルではありますが、これも一応森友哉選手型のミットとなっております。でこれすでにね片付けされてるんですよね、ちょっと。でこれなんですけれども、まあ片付けしたのはゴリスポ君が片付けをしたキャッチャーミットとなっています。こうやってやるとね、さっき結構浅く見えたとは思うんですけれども、やっぱりここからしっかりと、ここから曲がってるのでね、広いポケットをしっかりと曲げて、深い形ボックス型でも使えるかなといったような感じがして、さすがゴリスポ君ですよね。ここで取るような片付けをしているので、親指側が立ちやすいって言ったりとかな、こういう風に、ここもやっぱりさっき言った通り、ちょっとこういう手前に向かって開いているような元々の型をしているので、取った時にね親指が少し当たりづらいのかなっていったような、こういう取り方をする人、親指を上げながら取る人っていうのはすごいスムーズに違和感なく取れるんじゃないかなというふうに思います。片付けしたものを置いてくれているっていうのは、その後のね使用感とかっていうのもすごい分かりやすいと思いますので、ぜひぜひこういった片付けがあるような、ところでもちょっと注目してみてはいかがでしょうか。はい、はい、でお値段なんですけど、これね小林誠司選手型と一緒で57,200円、税込みで、57,200円、ちょっとまあ6万いかないんで、比較的プロステータスって最高級なね、部類のミットを使えてこの値段なら、まあ、高校生だったら、まあ、もちろんね中学生のボーイズでも全然ありだと思いますが、まあ高いですよ、高いですけれども、まあ水のプロとかよりに比べると少し手が出しやすいのかなと。でなおかつね針とかもしっかりあるので、持ちもいいですからね。 Z のキャッチャーミットは元々の皮が硬いっていうので Z 有名なので、そういったところで言うと全然高校生向きなんじゃないかなというふうに思います。まあでもね、中学生と高校生どっちかって言ったら、森友哉選手モデルの方がどちらかというと中学生向きかなと。まあ若干ちっちゃいんでね、ほんのちょっとちっちゃいので、ボーイズシニアとかで使うのであれば比較的森友哉選手型の方がいいかなというふうに思います。で体もしっかりガチッとしてきて、大きいミットでも扱えるっていうのであれば、小林誠司選手型の方が比較的いいかなというふうに、僕はね、あくまで僕はですけど、そういうふうな捉え方ができるかなというふうに思います。まあそれでもね、もちろん中学生でも、もちろんでっかい中学生いらっしゃるので、そういう場合取る方を重視したいっていうのであれば、小林誠司選手型っていうのも全然選択肢の一つになるかなというふうに思います。はい、ということで本日はこちらね、 Z のキャッチャーミットプロモデルの公式の、キャッチャーミットの紹介をさせていただきました。まあ Z が誇る二大巨頭ですよ。もちろんファンかなりいらっしゃいますし、どっちもねまた星としては違う選手像ですから、まあ憧れっていうのもあると思いますし、そういう点ではぜひぜひモンタナスポーツでねはめてみて、気になった方はご購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、イルマモンタナスポーツさんのインスタなどのリンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。いち早くね情報をつかみたい方はそちらからチェックをぜひしてみてください。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあらしゃー。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。